何の音だろう。一体なんだ。うわー、どうしよう。わー、怪物だ。助けてー。貯水池の近くに怪物が。ああ、そうさ。頭に恐ろしい布をかぶってクズ鉄をつけてた。怖い。しかも手がすごく大きくて変なやつだったよ。それって不幸を呼ぶものじゃない。不幸を呼ぶもの。うん、噂によるとトトビレッジに昔住んでたらしいんだ。そいつに会うと悪いことが起きるからそう呼ばれてる。まるで呪いをかけられたみたいにね。じゃあつまり僕はその不幸を呼ぶものに呪われたってこと。よいしょ。なんでこんな手なんだろう。うわ、水門から水が漏れてる。どうしよう。これが壊れたら町が水浸しだ。勢いが強すぎるよ。抑えきれない。誰か助けて。せっかく来たけど、もしトラッキーが話してくれなかったら。名前を呼んでみよう。うん、トラッキー。返事がないわ。僕らを避けてるのかな。うん、そうかもね。誰かいるの。どこから呼んでるんだ。トラッキーが貯水池のところにいるよ。大変。水門が壊れてるから支えてるんだ。ヘリー、先に行っててくれ。そうする。水門へ行こう。水門を抑えてくれ。ロイ、トラッキーが動いたら岩で穴を塞ぐんだ。了解。トラッキー頑張って。いいよポリー。こっちもいいよ。トラッキー、ゆっくりそこから離れて。ロイ、頼んだぞ。もうちょっとだ。トラッキー、町を救ってくれたね。うん、ありがとう、トラッキー。感謝なんて、畑を守りたかっただけさ。じゃあ、オイラはこれで。待って、トラッキー。僕たち、君と友達になりたくてここに来たんだ。友達。そうさ、心を開いてくれれば僕たちはみんな友達になれるんだ。いや、やめとくよ。どうせみんなに嫌われちゃうから。みんな君のことを知らなかっただけさ。僕はもう友達になれたと思うよ。私もよ。素直に自分を見せてくれれば友達になれるわ。そうさ、トラッキー、君なら絶対にできると思うよ。でも無理だよ、オイラは。また隠れちゃったの？会えるのを楽しみにしてたのに。トラッキー、心の準備がまだならまた後で来るよ。ちょっと待って、もうすぐ出るから。やっと会えそうだね。いや、オイラトラッキーって言うんだ。どうぞよろしくね。会えて嬉しいわ、トラッキー。この街へようこそ、トラッキー。
ブルニーともう少しここにいてほしい。ブルナーはもう少し仕事をやらなくちゃいけないんだ。ブルニー、もう少しここで待っててくれるかい？いいよ、僕ここで遊ぶの大好き。ブルニーとっても楽しそうだね。他のみんなも楽しいかい？うん、ブルニーのやりたいことに合わせて遊んでるんだ。君たちは素敵だね。会ったばかりの子と仲良くできるなんてさ。だね。新しい遊具かい？トランポリンのこと、少し前におじいちゃんがプレゼントしてくれたの。でもミニー本人はあんまり遊んでないけどね。それは大人がそばにいないと遊んじゃダメだっておじいちゃんと約束したからよ。えらい、トランポリンで遊ぶときはよく注意しないとね。その通り。それじゃあ僕たちは帰るけど、みんな仲良く遊ぶんだよ。わかった。はい、さようなら。じゃあまたね。トランポリン乗ろうよ。ダメよ。ブルニー、ちゃんと話を聞いてなかったのかい？今は遊べないんだ。それが何？僕はやるよ。ダメだって。どいてってば。ブルニーと他のみんなは仲良くやってるの？うん、もうみんな親友って感じだよ。ブルニーはとても楽しそうだったね。アンバーの言った通りで、ブルニーにはおもちゃより友達が必要だったんだね。いい友達がブルニーにできてくれて嬉しいわ。イエーイ、ホッホー。OK よブルニー。いやだよ、これ最高だ。わからずやね。イエーイ。もういい、ブルニー無視しましょう。そうだね。みんな、そんなのやめようよ。僕すっごく上手でしょ。イエーイ。丘の方だって見えるよ。わー、レスキューチームの方も振り向いちゃダメよ。ブルニーなんていないんだから。もし事故が起きたらどうするのさ。みんな見てよ、こんなに高く飛べるんだよ。ほら見て。おお、うん、誰か助けて。またふざけてるのよ。振り返っちゃダメ。やあみんな、楽しかったかい？ブルニー。ブルニーはいるかい？え、なんてこった。ブルニー、ブルニー、ブルニーピンチ。僕たちに任せて、子供たちと安全な場所へ避難するんだ。わかった。さあ行こう、みんな。ポリ、トランポリンがあるせいで下にレスキューマットを敷けないの。こっちにも問題が。アームを伸ばすのに十分なスペースがないんだ。わかった。アンバー、まずはこのトランポリンを動かそう。その後、ロイがブルニーを救出だ。了解。全部切れたわ。ありがとう。怖いよ。落ち着いてブルニー、バランスが崩れちゃうよ。みんな急いで。もうちょっとよ。ロイ、お願い。了解、いくよ。ヘリー、もうちょっとだ。わかった。いいぞ。これでいい。下ろしてロイ。わかった。頑張ったねブルニー。助かったよ。
なんてことだ。ああ、服が、すみません。大丈夫さ。奥にどうぞ、服をお貸ししますので。こんな動きづらい服でウィルさんは過ごしてるのか。抱いてくれ。大丈夫ですか。でも危なかった。突然でしたから、あなたがいて助かりました。いや、大したことでは。あの人が助けたんだ。勇気があるよ、ほっとね。何が、もう大丈夫。もう大丈夫だ、安心しなさい。ベルナ、ちょっと用事を頼んでいいか。はい。これをウィルさんのところに届けてくれ。もちろん、ヒーローに届けますよ。どれがヒーローだって。知らないんですか。みんな話してますよ。あれです、新聞ですよ。すごい話ですよね。町中の人たちが今年の名誉市民の賞はウィールさんに決まりだって噂してますよ。今服を送ってしまうとウィールさんをさらに困らせてしまう。ブルナ、荷物を届けるのは後にしよう。そんなものより贈り物でもあげようじゃないか。それはいいですね。きっと喜びますよ。まずいな。わしはどうすればわからん。一体何を。ウィール、見つけたぞ。どうしたんだ、ムスティ。お前さんが今年の名誉市民の賞を取るって聞いたんだ。何？噂になってるのか。それはビルダーさんにも伝わってるかな。当たり前さ、町中がお前さんのことを噂しているよ。町中が。でたらめだ。この賞はわしのもんだ。少年を救ったのはわしだぞ。このままじゃまずいぞ。間違ってる。正直に話して誤解を晴らさなければ。ムスティ、少し店を見ててくれ。何事だ。違う。なんだか動きがおかしいぞ。通信のせいか。ウィルダーさん。おや、ウィルさん。いや、どうも。おはよう。あ、危ない。ウィルさん、大丈夫ですか。足が挟まって出れないんだ。よし、待ってくれ。レスキューチームを呼んでくる。木材が乗って動けないんだ。ここは僕たちに任せて避難してください。ありがとう、ポリ。みんな、急ごう。ウィルさん、足が木に挟まってるんだ。じっとしてて、動くと危ないです。アンバー、ウィルさんの様子を見てきて。わかった。木材が重なりすぎているわ。下手に動かしたらもっと怪我をしてしまうかも。よし、一気に持ち上げることにしよう。ヘリ、引っ張り出す準備を。アンバーは中の様子を見てくれ。了解。じゃあ行くよ。1、2の3。ヘリ、今だ。行きますよ。ヘリ待って、足がまだ中で引っかかってるわ。ここよ。もう少し高く上げられないかしら。わかった、ロイ、ゆっくり持ち上げるよ。1、2の3。いいわ。もう大丈夫。助
助かった。ああつまらないな。僕も私も。あら、シャボン玉だわ。本当だ、行こう。あ、ミッキーだ。ねえ待ってよ、逃げないで。君たちと遊びたかったんだ。これを見ててや。わあ、すごいや、シャボン玉を作れるんだね。すごいだろ、楽しいよ。近くで見てみる。小さいやつじゃなくてすごく大きいシャボン玉も作れる。そうそう、もちろんだよ。よし、見ててね。わあ、すごい大きい。残念、大きかったのに。大丈夫だよ、もっと作れるからね。小さいのたくさんでもいいし、さっきより大きいのもできるよ。わあ、それじゃあ絶対に割れなくて大きいシャボン玉も。え、絶対に割れないシャボン玉。じゃあみんな見てごらん、僕のシャボン玉は割れないんだよ。あ、すごい。本当に大きくなってる。しかも割れないわ。すごい。面白いだろう。すごいや、ミッキーが浮いちゃうくらい大きいね。なんか本当に空に浮いていっちゃうみたい。え、どうしちゃったんだ。どうしよう、ミッキー。レスキューチームのジンです。すぐに来て、ミッキーが大変。どうしたの。ミッキーがシャボン玉を作ったらそのまま空に飛んでいっちゃった。シャボン玉、ひょっとしてミッキーは万能スライムを。きっと間違いないわ。ミッキーを早く降ろしてあげないと。君は先に現場へ頼む。了解。ミッキー、ミッキー、あれ、見つけたぞ、ミッキー。いや、緑の天使さん。ミッキー、しっかりして。ボリー、急いで。ミッキーは弱ってどんどん上に上がっちゃってる。シャボン玉が大きくなってるから僕じゃ抑えきれない。頑張るんだヘリー、助けに行くぞ。うん。ずっと高いな。ロープでは届かないな。ミッキーを下へ下ろす方法を考えよう。あれよ、あの砂袋を使ったら。ミッキーにくくりつければ重さで下がるかもしれないわ。よし。バリー、アンバー、作戦はどんどん上がってきちゃってるんだ。砂袋をミッキーにつけて重たくするわ。もう少しでこっちも準備が終わるから待ってて。これはすごく重たいぞ。ヘリーに運べるか。ヘリーなら大丈夫。ヘリー、降りてきて。今行くよ。届くよ。ロイ、ミッキーを下ろそう。うん。はいいよ。よし、引っ張るぞ。あと少しよ。頑張って。
やった。この辺で子供を見ませんでしたか。いや、すまない。見つかるといいね。どこに行っちゃったんだろう。さっきまで隣にいたのにな。あ、もう僕の家に帰ったのかも。ブルニー、ブルニー、ブルニー、ここにいないならどこにいるの。マックス。あ、いや、ブルナ、帰ってくるの早かったね。二人がうまくやってるか気になって見に来たんだ。ブルニーは二人でかくれんぼでもしてたの。いつも遊んでたから隠れそうな場所はわかる。ブルニー、もう出てきていいぞ。かくれんぼじゃないんだ。え、じゃあどこ行ったの。ジン、明日なら呼んでもいい。何回言えばわかるの。今週はダメ。ジンにも都合があるんだよ。どうしてブルニーのことだとそうしつこくするの。ブルナ。ジン、助けて。何があったの。今ポチャン橋にいるんだけど、ブルニーがマックスとレスキューセンターに向かう途中で迷子になったんだ。大変だ。わかった、すぐにレスキューチームを出動させる。ブルニーが心配ね。何も起きてないといいけど。ほらね、だからさっきブルニーを呼んでおけばよかったんだよ。みんな落ち着いて。ロイ、アンバー、僕たちは橋を見に行こう。うん。ヘリー、町中にブルニーの写真を貼ってみんなにも探してもらうんだ。ジンはここで待機していて。了解。ずっと一緒にいればよかったよ、ブルニー。ごめんよ、ブルナ。レスキューチームだ。迷子になってから1時間くらい経つんだね。そうだよ。思ったより長いな。探す範囲を広げた方がいいよ。うん、ロイは川沿いを探して、僕は道路を探す。アンバーは町を探して。分かった。ブルニーが戻ってくるかもしれないから2人はここで待ってて。いや、待ってる。よし、行こう。うん。ブルニー、ブルニー。はあ、ロイ。あ、みんな、そっちはどう。今のところ誰からも目撃情報がないんだ。まずいな、暗くなってきた。これはブルニー。ブルニーが迷子なのか。ねえ、タイタン。やあ、みんな、ちょうどよかったよ。この子はブルナーのいとこ。そうだよ、この子を見なかった。それがちょっと前なんだけど、ブルナーがフクロウの森に向かっていくのを見たんだ。姿が似てたからそうだと思ったけど、もしかしたらブルニーだったのかも。タイタンが見たのはブルニーだったんだよ。うん、きっとそうだね。慌てて道がわからなくなったのね。ヘリ、なんだい。ブルニーはフクロウの森にいる。先に行って探してほしいんだ。僕たちもすぐ行く。了解。ブルナー、お兄ちゃん、レスキューセンターはどこにあるんだろう。怖いよ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。ブルニー、ブルニー、聞こえる。あれはブルニー、ブルニー。ポリー、足跡を見つけたよ。きっと近くにいる。今いる場所を教えるからこっちに来て。よし、みんな行こう。うん。ブルニー、ブルニー、どこだい。ブルニー。誰。ブルニー。あ、ヘリー。はあ、見つけた。大丈夫、もう出てきていいよ。ヘリー。あ、こっちだよ、こっち。ブルニーもいるよ。無事で本当によかったよ。う
早くお家に帰りたい。こんな殺風景な見た目じゃがっかりさせちゃうよな。いやいやダメだ、何か用意しないと。考えろ。そうだ、よし、まずはこれを動かす。おお、これで休憩所もできたぞ。こりゃ暑いな。こうすれば日よけになるぞ。で、他には何がいるかな。そうか、花があった。あの花だったら完璧だ。これで農園の見た目が生まれ変わるぞ。結構深く植えられてるな。あれ？どうなってるんだ？一体。あ、トラッキー！助けて、助けてくれ！あ、そんな、トラッキー！ヘリー、助けてくれ！緊急事態、緊急事態！トラッキーが農園で事故に遭ったとヘリーから連絡があったわ！みんな、今すぐ出動よ！了解！すぐ出してあげるからね。ロイ、壁の板を取って隙間を作ってくれ。うん。ヘリーとアンバーは納屋の中から押してくれ。了解。わあ、ひどい。棚がトラッキーの体に倒れてる。早く助けましょう。うん。任せてくれ。行くぞロイ。よし。よし。よし。ああ、助かったよ。本当にありがとう。どういたしまして。無事でよかったよ。だけどこのままじゃまずいね。確かにね。柵は完全に壊れてるね。一体何があったんだい？子供たちを招待するのに農園の見た目がみすぼらしいと思ったんだよ。それで丘の上に咲いてる花を取ろうとしたら転げ落ちたんだ。子供たちを呼ぶのはやめた方がいいかな。そんなこと言わないで。子供たちが来れるように私たちが手伝うから。うん、協力するよ。本当に？もちろん。本当にありがとう。元に戻った。これで子供たちをちゃんと迎えられるかな。バッチリだと思うよ。私もそう思う。畑の野菜は美味しそうだし、納屋にある道具もぜひとも使ってみたいわ。丘に咲く花もとっても綺麗。そうだよ、ここは素晴らしい農園さ。本当に？本当さ、トラッキー。
ここにスクールビーや子供たちが来たら絶対に喜んでくれるって自信を持ってこんなにひどいなんてそこら中に罠が仕掛けてあるよ。森の奥までタイヤの跡が続いてた。今夜にも悪いことが起きそうだよ、うん、ええ、やっぱりジンの言う通りかも。朝トラッキーから少し心配な話を聞いたの。どんな話？毎日湖に水を飲みにやってくる鹿がいるんだけど今朝は現れなかったらしいの。本当？ねえみんな、フェリー大変だ、こんなことしてる場合じゃない。どうしたの？詳しく教えて。森の中をパトロールしてたら密猟者を見たって話を聞いたんだ。今ならまだ捕まえられるかも、うん、あ、ジン、どうしたの？問題発生よ。森の中から救助を求める信号を受けたの。誰かが助けを必要としているわ。今から場所を送るから、うん、すぐに向かってくれる？分かった、すぐに向かうよ。みんな、森の中で誰かが助けを求めてる。犯人探しは後にして救助が最優先だ。了解。信号が弱ってる。よし、急ごう。了解。この辺りのはずだ。あ、あれは何？あ、みんな、こっちだ。誰かいる。崖の下に落ちてる。僕はヘリと下の様子を見てくるよ。ここで待ってて。分かった。さあ、行こう。全然動かないけど大丈夫かな。ああ、急ごう。あれ、もしかして片方は黄色でおそらくあれはレッカー車だ。もう片方はオレンジ色をしていて頭が赤かったな。そうだ、後ろにスペアタイヤがついていたぞ。ポリー待って。どうして？この人たちもしかしたら密猟者かも。どういうこと？森で聞いた密猟者の特徴とすっごく一致してるんだ。え？気をつけて、何か証拠が見つかるかも。あ、あれは罠だ。でしょ、絶対逃がしちゃダメだ。早く捕まえなきゃ。聞いた話だとすごく危険な人たちみたいだよ。悪者でもまずは救助することが最優先だ。ロイとアンバーに準備するように伝えて。はあ、分かったよ。ロイ、引き上げてくれ。了解。怪我の様子は？あんな高い崖の上から落ちたのに大したことないわ。訓練しているかのように体が丈夫よ。どうしようか。レスキューセンターに連れて帰ろう。さあ、君たちが本物だって早く証明してくれる？いいとも、これで信じてくれよな。マウンテンレスキューチームだ。俺はマーク。ラッキー。うわー、疑ってごめんよ。僕たち、町の安全を守りたかったんだ。いいんだ、俺たちも同じことをしたよ。それより助けてくれてありがとう。そうとも、レスキューチームの仲間に会えるなんて嬉しいよ。こちらこそ。僕が会ったのは誰だったんだ？どういうこと？森の中で会ったんだけど、君たちをすごい怖くて悪い奴らだって。どうやらそいつがポーチャーだな。ポーチャー？俺たちはそいつを追っているんだ。崖から落ちたのもそいつを追跡していたからなんだよ。そんな厄介な奴がこの町に潜んでるなんて。ああ、しっかり見張っていてくれよな。逃げ足が速くてすぐにどこかへ消えてしまうんだ。だから今日のことはもう気にしないでくれ。俺たちも何度も騙された。うわー、なんてことを。目の前にいたのに逃がすなんて。
次に僕の前に現れたら必ず捕まえてやるぞ。行くよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、終わりだよ。行くぞ。リフティー、ここかな。違う。見つからないな。あ、ねえリフティーいるの？リフティー、よかった。リフティー、あらマックス、ベルおばさん、ビルダーさんには返したの？返す？あ、まずい。そうだそうだった、今すぐ行くよ。マックスは慌ててるみたいだね。用事を忘れていたのよ、パトロール中。はい、問題はないですか？嬉しいことに今日は平和よ、ベルおばさん。あら、誰かいるの？僕だよ、リフティ。マックスには内緒だよ、かくれんぼしてるんだ。リフティ、マックスはいないわよ。そんな。リフティ、ここにいるの？見つけた、リフティ。話すことはないよ。リフティ、どうして僕を探してるんだ？君に謝りに来たんだよ、話を聞いてくれないかな。いやだ、聞かない、何を言ってもダメだよ。あ、リフティ待って、気をつけて、ゆっくりな。大丈夫、平気だよ。まずい、ベルおばさんに言いに行かないと。どうして落とすんだよ。そうだぞ、もっと注意して持ち上げなきゃダメだろう。話すことなんてないから、もうついてこないで。ねえ、前みたいに仲良くできないの？もう来ないで、近づいてきたらもっと怒る。そんなリフティねえ。来るなって言ってるだろ。ここにいる。波が強いから流されていったんだ。ヘリー、二人のことを落ち着かせて。任せて、僕と来て。了解。よし、行くよ。流されてる。ねえマックス、僕を一人にしないで。よし、もう少しだ。アンバー、ヘリーのところへ。ロイ、僕たちはマックスだ。了解。ヘリー、これを。怖いよ。ボリー、マックス。はっ。
マックス、もう大丈夫。どうもありがとう。1、2、できた。よし、いいよ、ポリー。行くよ、捕まってて。はっ。車の近くで遊ばないで。今日はとても疲れたな。よし、タイタン、あとはもう一回でおしまいだ。わかりました、ビルダーさん。疲れて目を開けていられないや。ちょっと昼寝をしよう。うん、ここなら良さそうだ。すごいわ、ジン。それ何？うん、これは私の最新の発明よ。後方ミラーといって、これがあればどこでも見えるの。素晴らしいわね。そうでしょ、アンバー。普通のミラーだと後ろにあるものは見えないけど、これがあれば車の上も下も見えるのよ。でもジン、それ必要かな？もちろんよ。これを使えば見えないところなんてないんだから。ジン、大丈夫？ジン、前にあるものにも気をつけないと。そうよね。そういえばポリーはどこ？ああ、ポリーなら公園の工事の様子を見に行ったよ。そっか、私よりポリーの方が似合うと思ったのに。そうね。じゃんけんぽん。やったー。もう1、2、3、さあ隠れよう。4、5、6、ここがいい。7、8、9、ダメだよ、ここは僕の場所だ。私もここに隠れる。ダメだって。もういいもん、あっちに行くから。17、18、19、20。さあ行くぞ。手加減したんだよ。ミッケー、あれ、いないな。この辺りにいるはずなんだけど、公園の方を探してみよう。そうだね。私の勝ちね。すごいな。いや、悪いけど公園は工事中だよ。あのビルダーさん、妹のスージーを見ませんでした？スージー、ここんとこを見てないよ。どこに行ったんだろう。スージー、スージー、あれ、どうしたんだろう。スージー、どうしたんだい。ポリー、かくれんぼをしてたらスージーがいなくなっちゃったんだ。ずっと見つからないの？こっちに歩いてきたのは見たんだけど、もしかしてスージー、何してるんだい。見つかっちゃった。ここから出るんだ。こんなとこにいたら危ないよ。おっと、長く寝すぎちまった。そろそろ行かないと。よし、スージー、スージー。あっ、2人が危ない。後ろ問題なし。タイタン止まるんだ、後ろが危ない。ポリー、一体何するんだ。ごめんよタイタン、でも見て。2人とも大丈夫？はあ、二人とも怪我はない？でもポリーが助けてくれなかったら危なかった。僕が見つけたおかげだろ。ごめんな、もっと気をつければよかった。ひどい事故にならなくて本当によかったよ。でもみんな、今から言うことは覚えておいて。車やトラックの周りで遊んだり、下に隠れちゃダメなんだ。わかった。どうして？それは資格があるからだよ。資格って？車やトラックやバスには運転手から見えない場所があるんだ。それを死角というよ。乗り物が大きいと死角の場所も大きくなる。もし子供がその死角の中で遊んでいても運転手には見えないんだ。もしみんなが死角にいるときにトラックが動いてしまったら、うわ、大変な事故になる。あ、なんて怖いんだ。そんなの怖いよ。そうなんだ。だからどんな乗り物でも近くで遊んじゃいけないよ。わかった。
ポリー、もし車やトラックの下にボールが入っちゃったらどうするの？そしたら運転手が近くにいる大人に頼んで取ってもらおう。自分で取ろうとしてトラックが動き出したら事故になるかもしれないからね。いい？分かったよポリー、言われた通りにするね。ポリー、お願いつけてみて。 ありがとう。でも遠慮する、僕はいいや。でもポリー、あなたのために作ったのよ。ポリー。泥棒にご用心。おいしいぞ、ウィルさんに食べてもらおうっと。トラッキーの倉庫が誰かに荒らされてたみたいなの。これでもう5回目よ。一体誰の仕業かしら。犯人はわからないけど、このまま放っておくと大変なことになりそうだ。そうだね、みんなで協力して町のパトロールを強化しよう。了解。これで大丈夫、泥棒もきっとお手上げだな。ただいま、いい子にしてた？サラ、どうした？ピーター、あなた一体何をしたの？これはね、ママ、泥棒を捕まえるための仕掛けだよ。え？泥棒？ピーター、泥棒はパパがやっつけるから心配しなくても大丈夫。ロバート、窓が開けられてる。泥棒だ。おとなしくしろ、泥棒め。どうした？ああ、パパ、泥棒がガレージにいるんだ。え？泥棒？ジーン、どうした？みんな、ピーターの家に泥棒が現れたの。今すぐ出動よ。了解。大丈夫？うん。私たちは全員無事よ。ポリー、泥棒はガレージの中だよ。僕たちに任せて、みんなは下がってて。分かったわ。準備はいい？みんなを怖がらせてたのはこの可愛い猫ちゃんだったのね。泥棒じゃなかったんだね。ピーター、泥棒と遭遇しても自分で捕まえようとしちゃダメよ。危険な目に遭うかもしれないわ。そうだよ、泥棒に入られないよう注意することが大切なんだ。そのためにはどうすればいいか僕が教えてあげる。
玄関のドアの鍵と窓の鍵はちゃんとかけておくようにしてね。一人で留守番するときは電気をつけて。テレビもつけると大勢の人が家にいるように見えるよ。知らない人が来たらパパとママがいるときにもう一度来てもらおう。もし知らない人が家に入ってきても怖がらないで、すぐ警察を呼んでね。いいかい？わかった。今度からまず警察を呼ぶよ。大変！なんなのよこれ！ピーター、今すぐ片付けなさい！ママ、ごめんなさい！花火をする時のルール。二人ともスーパードラゴンを見に行こうよ。ピーター、今日はダメだよ。なんでだよ、最後のチャンスだぞ。今日が最終日なんだから。後でうちに来る？うん、もちろんだよ。僕も行くよ。なんでスーパードラゴンはどうするんだよ。今日はシンディの誕生日。え、マジで？うん、どこか行きたいところがあるのね。君にプレゼントを買いに行かないと。僕からのプレゼントは最高だから楽しみにしてて。本当？じゃあ楽しみにしてる。みんな後でね。ピーター、どうするの？プレゼントなんてないんだろ。どうしよう。これもダメ、これもダメだ。この中に何かあるはずだよ。あ、これがいい。お兄ちゃん。ルビーを連れて行きたいところがあるんだ。でもルビーは私のお友達だ。頼むから僕に貸して、後で可愛いものを買ってあげるから。やだ、お兄ちゃん約束守らないもん。あ、ママだ。大丈夫、行かないよしよし。ママに言いつけるから。え、ダメだよ。まったく。あれ、あ、花火だ。よし、できたわ。ただいま。うん、おかえりルイ。ジン、それは？シンディに誕生日プレゼントを用意したの。これを見たら驚くと思うわ。きっと喜んでくれるよ。消火栓のチェックに行くときに持って行ってあげよう。疲れね。お誕生日おめでとうシンディ。ありがとうみんな。これ僕から。これは私から。これ僕から。シンディ気に入った。かっこいいだろ。ありがとう。すごくかっこいいよジョニー。見てて、口も腕も動かせるんだよ。これがあなたからのプレゼント？見せてよ。うちのガレージで見つけたんだよ。これって花火？花火？すごい。ピーター、すごく気に入ったわ。ほらね、約束通りだろ。ママ、この花火やってもいい？あらまあ、立派な花火ね。みんなでやってみましょうか。さあ、みんな後ろに下がって。あら？ママ、なぜつかないの？今のはハズレの花火かしら。おい、花火しっかりしろってば。ピーター、火は消えたの？あれ、うわ、シンディの家はこの辺り。うわ、なんだあれは。あの音はもしや。みんな大丈夫？大丈夫、平気。今行くよ。みんな安全な場所へ逃げるんだ。はあ、モニカ、花火をやるときは必ず説明書を読んで花火の製造年月日を確かめるんだ。特に古い花火は火がつくタイミングが通常と違ったりするからね。ロイ、ごめんなさい。もっと注意するべきだったわ。みんないいかい？花火はとても危険なんだから必ず説明書を読まないとダメだよ。
花火に点火したら10メートル以上離れて鑑賞すること。絶対に手に持ったり人に向けたりしちゃダメだよ。家の中は絶対にダメ。燃えやすいものや木がたくさん茂ってるところも避けよう。花火は必ず屋外で、しかも風がない日にやろう。それと一度にたくさんの花火に火をつけないこと。爆発して火事になることもあるから絶対にダメ。最後にもう一つ、花火は必ず大人の人と一緒にやるんだよ。いいね。うん、分かったよ。おい、ごめんシンディ、本当は君の誕生日のことを忘れてた。そんなの分かってた、うんうん、でも勇敢に私を守ろうとしてくれた。パーティーの続きをやろう。ギーター、花火で僕の恐竜が壊れただろ。どうしちゃったのかな。ごめんよ。おい、逃げるぞピーター。また喧嘩ね。ルールを守ろう。パパ、早く行こう。早く。あ、いい天気ね。そうだね、こういう日は遊園地が混むんじゃないかい。パパ、ママ、早く。そうだね、どうせ行くならすぐに出発だ。イエーイ。よし。スージー、シートベルトを締めなさい。いや、締めたくない。スージー、締めないならどこにも行かないわよ。いやいや、だって苦しいんだもん。早く。動けないよ。さあ、楽しい一日の始まりだ。やったー。行き先がみんな違うといいんだけど。パパ、あとどれくらいで着く？外して、これ外したい。何かあったのかしら。うん、事故かもしれないね。ヘリー、状況はどうだい？ボーリー、渋滞が続いちゃってるよ。わかった、君は交通整理を頼む。すぐに向かうよ。任せて、ポリー。何か見える？大きな事故があったみたいだ。しばらく動けないぞ。ちょっと待ってね。オッケー、先にどうぞ。ねえ、私も飲みたい。いいよ。届かないよ。頑張ってスージー、あともうちょっと。ちょうだい、飲みたいの。ちょっと待って。スージー、いい加減にして、ちゃんと座って。ちょうだいよ。どいてったら。スージ、大変、大丈夫？お兄ちゃんが。ケビン、なんで？僕じゃない、自分で。スージ、ほら泣きやんで。こっちは終わったよ。渋滞はどうだい、ヘリー？もう順調だよ、パリー。ああ、それじゃあ、帰ろうか。わかった。みんなお疲れ様。よし、渋滞もなくなったし、すぐに着くぞ。パパ、お願い、車止めて。え？ケビン、もう少し待てる？トイレがないのよ。無理だよ、漏れちゃう。もう我慢できない。あー、わかった。じゃあここに止めよう。どうしたんだろう。ケビン、そっちはダメだ。うわぁ、大変だ。ロイ、テリーが危ない。危ないところだったね、ケビン。大丈夫か、ケビン。うん、ロイと僕が緊急事態に慣れててよかったです。レスキューチームですからね。うん、私のせいだ。あんなところに止めてはいけなかった。大切な安全のルールを確認しておきましょうか。うん、それがいいね。まず車の乗り降りは歩道側からするようにしよう。
車道側は危険だよ。車が来て事故を起こしてしまうかもしれないからね。次に車の中にいるときはいつでもシートベルトをするのがルールなんだ。チャイルドシートでも普通の席でも必ずベルトを締めよう。もちろん大人も忘れずにね。それから子供は必ず後ろの席に座ろう。前の席は事故が起きたときに一番危険なんだ。もっと危ないのは前の席の膝に子供を乗せること。シートベルトで守られてないとひどい事故になる可能性があるよ。二人とも動いてる車の中で暴れたらいけないよ。いいね。わかった。ありがとうポリー、覚えておくね。さあ着いたよ。やったケビン、大丈夫？どうしたの？車から出ても大丈夫？大丈夫だよ。いってらっしゃい。あ？山火事に注意。ねえパパ、あとどれくらい？あともう少し。1時間前もそう言ってたわ。ああ、お？パパ見た？あそこに鹿がいたよ。どこに？わあ、わあすごい。もうダメ。ママ、はいこれ。やめて。それはいらない。オーケー。はいチーズ。チーズ。あら？かわいい。おっと、大丈夫？あ、見て、山火事じゃないかな。レスキューセンター、ジンです。ジン、大変だ。ブルームさんで火事が起きてる。山火事？ジン、どうした？ブルームさんが火事なの。山にはピーター一家がいるわ。みんな、今すぐ出動よ。了解。私の指示に従ってちょうだい。まず火から遠い方へ、できれば低い方へ逃げて。火は風に煽られて広がるから風上へ向かうのよ。ありがとう。風はどっちから吹いてる？風上はどっちの方だろう？あ、パパ、僕たちどうしたらいいの？大変なことになってるの。安心してちょうだい。パパの言う通りにしていればみんな大丈夫よ。そうよね。あ、ママの言う通りだ。パパに任せておけ。どうだ、こっちだ。行こう。はい。風のせいでなかなか火が消えないわ。もう少し、ひと踏ん張りだ。おーい、おい、マーク、マーク、バッキー、よかったら手伝わせてくれ。手が4本増えるぞ。頼もしい。ヘリ、ピーターたちを探してくれ。わかった。あれ、どうしよう、道が分かれてる。ジン、燃えた後の道とまだ燃えてない道はどっちへ行くべき？燃えた後の方に進んでちょうだい。本当にそっちでいいのかい？今まで燃えていたように見えるところは火事が通り過ぎた後だから安全なの。わかった。よし、こっちだ。大丈夫だ。ジン、ジン、あれ、壊れてしまった。どうしようパパ、僕たちどうなるの？ピーター、ルーシー、おい、聞いたか？ヘリー、ここだよ。あ、いたいた。おい、見つけたよ。
よし、安全な場所に連れて行ってくれ。こっちも頑張ろう。よし、それ。怪我人が出なくてよかった。ロバートがすぐに知らせてくれたから、森も助かった。ありがとう。そんな、とんでもないよ。パパすごい、お手柄だね。山火事を見つけたらすぐに通報して、できるだけ遠くに避難してね。逃げるときは低い方へ向かって逃げること。火は風に煽られるから、風が吹いてくる方に逃げるんだよ。もし山火事にあっても慌てないようにしよう。燃えた後の方や木の少ない方に逃げよう。道路や岩のあるところも安全だよ。大切なのはパニックにならないように気をつけること。そうすれば助かるからね。はい、はい、分かった。どうしたの？あのね、ママ、リスさんはどうしたかな？大丈夫よ、安全なところに逃げたはずよ。わあ、あそこ見て。リスたちも無事に逃げたのね。よかったね。